どうもこんにちは、宣伝部長の小一です。今日は破産決定ということでお話をしていきたいというふうに思います。というわけで全国の代表権騒動ファンの皆さんお待たせしましたみたいな形で、ようやくと言いますか、当たり前と言いますか、破産が決定しましたというところになりましたね。はい、おめでとうございますということで、破産の何がめでたいのかっていうふうに一般的には思うかもしんないけど、この件ね、散々ごたごたしたんで、その中において私から見ると暴走してると思われている大津彩香さん側がですね、これで少なくともお金は使えません決定っていうことになりました。かわいちょっていうところですね。はい。はい、でこちら立花隆さんの YouTube チャンネルですけれども、その件について触れられまして、ガーシーさんの件も触れられてね、ガーシーさんとりあえずその何て言うんでしょうね、執行猶予取れるかどうかっていうのがギリギリだったっていうところもありまして、一安心みたいな形で、とにかくガーシーさんのやることをね、選挙にやっぱり引っ張ってきてしまったことによってこうなって。責任みたいなのを感じられてるようでしたけど、ガーシーさんのやることをこれから応援したいということをおっしゃってましたね。いずれにしても確定するまでは動くかどうかわからないですけど、でも早くねお会いしていろいろお話できるといいですね。はいと思いました。であとは大津さんしかしこれって執行猶予決定とか、X 見るとね皆さんよかったねって感じになってますし、で破産決定もおそらくですけど皆さんわーってなると思うんですけど、両方ともここのタイトルだけ見ると決して喜ぶべき内容の文字じゃないんですけど、それくらいねちょっといろんなことが起きていたっていうことなのかもしれないですよね。破産決定と執行猶予でね枠ってどういうことなんだと思うけどっていう、とりあえず、立花さんの YouTube において、破産決定が報告されました。3時みたいですね。はい。という感じでね、詳しくはまた立花さんなり室岡弁護士の方からきっとね、解説があると思いますし、様々状況が動いていくと思うんですけどね、とにかく、あれですかね、1日ずれたのはやっぱりその一般的には水曜日に破産の決定っていうのが出るらしいんですけど、さすがにね国政政党だった件なのでかなり慎重にね扱った結果、とりあえず1日置いて出たっていうことなんですかね。いずれにしてもですね、これで破産決定ですと。で今後ですけども、ご承知、この件もねこんなに破産の件に詳しくなって、詳しいっていうか内実には詳しくないんですけど、流れについて詳しくなって今後人生で役に立つ時が来るんでしょうかどっかで破産を見かけたりとかするとアドバイスぐらいのことはできるかもしれないですね。これは今後はこういう流れでねっていうことかもしれないんですけど、いずれにしてもですね、破産決定ということでスーパー破産管財人ですね、がつくということで、そもそもそのお仕事をやられる方っていうのが弁護士さんの中でもかなり優秀な人がつくと。そして権限もむちゃくちゃあって、裁判所の代理人みたいな形なんでね、これほら先日も佐藤誠さんですね、木原事件の方の佐藤誠さんもおっしゃってましたけど、やっぱりその逮捕っていうか家宅捜索するんでも、ほらそれはやっぱり人権をねやっぱりなんていうの犯すことになっていくわけだから、国家権力でね無理やり入るわけじゃないですか。だから、相当慎重にっていうか裁判官はめちゃくちゃすごいチェックして、それなりの証拠を持っていかないとね、やってもらえないんだよみたいな話をされていて、それでね木原事件の場合は家宅捜索まで入ってるんですけどねっていうところがありまして、とにかくそれはそれで置いといて、そういう権力を裁判所は持ってるわけでしょ。でその代理人みたいな人なんで、かなりの権限があるということですよね。はい、だから今後まずはどうなんですかね、この状況を全く知らない人が任命されるのか、ある程度知りながらすでにある程度内定状態にあったのか分かりませんけど、その方が入っていき、そして財務状況とか調べる中で、とりあえずはロックでしょ、ロックしていくら残ってんですかね。これはちょっとね、3億5000万節と3億3000万節があるんですけど、でも大津さんが主張していたのは、なんかこうね、残金3億みたいな主張されていたのかな。まあ、それもなんか四捨五入していってるかもしれないんで、わかりませんけど、まあなんかね、まあそれでも3000万とか5000万とか使ってたら、まあ相当のことなんでね。まあそこで、まあどんくらい使っていたのかっていうのが一つポイントになるし、それからその使い道ですよね。まあそれがまだ、その大津さんが主張する政党として、まあ普通に一般的に聞いて、それはなんか別におかしくないよねみたいなものだったらいいと思うんですけど、まあそもそもですけど、従前ビルとか絶対ダメですからね。だって斉藤さんが部屋ありますよってすぐ近くにある国会の中に、めちゃくちゃいい場所を提供しますよって言ってんのに借りちゃったわけですからね。だからもうそれも成立しないし、あらゆる支出がただ浪費とかになっていたら相当よろしくないですよね。なんか T シャツとかも多分もうできてるでしょうしね、そのお金はどっから出たんでしょうねって話とか、まあこの辺はどこまで公開されるかよくわかんないんですけど、まあいずれバレちゃう話ですよね。とりあえずお金はロックされた。そしてどのように使ったかについては今後明らかになる。そして最大のポイントは、破産っていうのがいつから発生したのかみたいなことですよね。これは村岡弁護士がおっしゃっていたところによると、まあ少なくとも今回の破産の申し立てした時に、まあ、YouTube 上において破産手続きしましたって言ってるから、その後になんかいろいろまあ仮に返破弁済とかしてたら、まあ認められないらしいんですけど、なんか問題なんですけど、もっともっと遡ることができて、それが本当に3月のね、3月じゃないな、4月に入ってからぐらいだったかな。まあそこで、まあ、村岡弁護士が大津さんに注意した件を公開した件である等々を踏まえて、まあ、そこで破産の状態と見るか、それから、相手の弁護士さんに対して警告の文書を送った時からかどうかよく分かりませんけど、まあ、どこまでか遡れると、じゃあ全額返してねっていうことになるので、まあまあ、それは全額返ってくると、まあ、普通にいいよねと思いますが、これはちょっと正直どうなるか分からないですよね。うん。はい。はい。で、続いてこちらね、立花さんと斉藤さんのね、まあ、ポストですけども、斉藤さんがまず、立花さんのツイートをリツイートする形で、まあ、なんか最近 X、ポスト、なんかもう全部混じってきて、申し訳ありません。ですね、みんなで作ると代表者大津やかし、破産者の決定が裁判所に出されました。ひとまず、債権者の方へお返しできるめどが立ち、一安心です。大津氏、豊田弁護士らがこの間に使用した政党交付金が、これなんだろう、明らかになっていくことでしょうということでね、まあ、その通りだと思いますね。はい。で、立花さんは、もうちょっと強いですね。大津彩香が代表者のみんなで作ると、裁判所によって破産者になりましたってことで、これ、あれですよね。破産者みんなで作るとって呼ばれるんでしたっけ？破産者みんなで作ると、破産者大津彩香？まあいいや。と呼ばれるということらしいですね。で、大津彩香個人や大津彩香を支援した人たちの責任も取ってもらうので、これまで大津彩香を支援した人は加工しておいてくださいって感じでね。はい。まあ、この辺はね、代表権裁判の行方にもよりますけど、まあ、それで、もちろん私自身も前代表者として、誠心誠意対応してまいりますということですね。はい。ということで、これですね、破産手続き開始通知書っていうやつですね。なんと、本店所在地が、従前ビルにもう書いてあったんですね。こういう仕事はちゃんとしてますね。っていう形ですかね。はい。で、そして破産者、こう、やっぱこうなるんですね。破産者、みんなで作ると代表者、大津彩香っていうことで、上記のものに対し、破産手続き開始が決定されたので、次の通り通知しますと。で、破産手続き開始日時が、3月14日午後3時ということで、本日3時ですね。はい。ということですね。まあ、まさに速報みたいな感じですね。で、破産管財人は、まあ、いとして、これ、そうですね、破産債権届出期間が4月18日までということで、これ、債権者の方々に呼びかけるって感じですかね。はい。で、破産者届出及び交付要求書の提出先ということで、はい。まあ、これはちょっと弁護士事務所までということで、あ、これ会計事務所か。まあ、とにかくもうすでに決まっていたってことですかね。あれですかね。法律会計事務所だ。なるほどね。法律と会計両方やってる事務所だそうですということで、それはそこに、まあ、だからプロ中のプロが来るっていうことですね。さすが破産管財人様はやっぱり能力高い人が来そうですね。ということで、はい。で、そして、来ましたね。債権者集会。債権者集会来た。財務状況集会、債権調査日の日及び場所ということで、令和6年7月16日。まあ、結構先っすね。今が4ヶ月後ぐらいだ。ああ、結構先ですね。まあ、とにかくそこで、午後2時103、債権者集会室っていうことですね。ということなので、7月になんと債権者集会決定ですって感じですね。ここにちゃんと大津彩香さんは来るんでしょうかどうなるんでしょう。はい。まあこれなんか意外といいかもしれない。いいっていうか、大津さんこれ来たくないでしょ。だから、まあ代表権裁判で負けたら、なんかさっさと反抗して、これの前ぐらいに、私代表者じゃありませんっつって、これを口実としてなんかいなくなっちゃうかもしれないですね。まあそれなのか、まあやっぱ代表やるって、まあそもそもね、その裁判の行方にもよるし、裁判で負けたとしても大津さんがね、まあ、控訴したりする可能性もあるし、でその場合にこの債権者集会をブッチして、そしたらまさかのインチ来るかってやつですよね。いやなんかもうどんどんこう逃げ道がね、もうなくなってきたなっていう感じですよね。はい。はい。で、破産状況集会において、破産財団を持って、破産手続き費用を重篤に不足する場合は、破産手続き開始に関する意見聴取のための集会、破産管財人の任務終了による報告書集会も合わせて実施しますというところですかね。これ、破産財団っていうのは、まあ、要するに、まあ、一応みんなで作ろうと言ってる政党のあらゆるお金を集めてボーンと集めるやつのことだと思うんですけど、まあ、ここからいわゆる破産手続きの費用を出すわけですよね。だからそれは多分あると思うんですけどね。なかったらやばいですよね。はい、さすがに。まあまあっていう感じなので、安心して、まあ、破産手続きが進められると思うんですけど、まあ、そのない場合はちょっといろんな手続きがあるってことなんですかね。で、そして、破産者に対して債務を負担しているものは破産者に弁済してはならない。これはあれですね、返済弁済っつって、例えば一人の人に返すみたいなことはダメよっていうことですね。で、それから、破産者の財産を所持しているものは、破産者にその財産を交付してはならないっていうことですかね。だから、民築党、および大津さんも入るのかな。まあ、代表として入るってことかな。まあ、いずれにしても、の資産ですね。要するに政党の、国政政党、もうややこしいな。なんて呼べばいいんだ。元国政政党の、資産を、持ってる人は、それを破産者に返しちゃダメよとかいうことですかね。例えば、政党で持っていた、所有してる車があったとします。それを破産者に渡しちゃダメだよねってことで、まあ、破産者はでも一応、あれだ、大津さんってことになってるから、まあ、大津さんに、車返せとかね、家を返せとか言ってたけど、それは私は逆にダメみたいなっていうことになりましたね。はい。で、あとは、破産債権届出ということで、はい。まあ、ここに関しては、いいですかね。まあ、どうやって送るかみたいな話なんでね。はい。ということですかね。まあ、いずれにしても債権持ってる人は、まあ、届けて出てねっていうことだっていうことですかね。はい。まあ、いずれにしてもまた、いずれ詳しい説明みたいなのがね、あれば、それをもとに解説していきたいというふうに思います。はい。ということでね、ちょっとね、バタバタ決まってですね、本当にちょっと前に休んどいてよかったなっていうふうに思うんですが、たまたま、そうですね、たまたまですね。バンバンとお届けすることができてよかったなというふうに思いますね。あとは以前から言っている破産決定ライブってやつですよね。それはちょっとどっかのタイミングで誰かやるのかな、よくわかりませんが、折を見て、ひょっとしたら今日やるかもしれないし、わかんないですけど、どっかの段階でね、やるんじゃないかなというふうに思いますって感じで、あとは、大津さんが多分、さすがに声明出しますよね。破産はしておりません。とか出しますよね。さすがにね、最近いろいろポエムを出しておられたし、それから、一応普通はね、この破産決定したわけだから、代表者及び役員の方等々もいらっしゃるわけですから、これによる、不当が通ったみたいなね、いうことってなんていうかよくわかんないんですけど、出さないとね、さすがによろしくないですよね。まさか急にしらばっくれて何日か経った後に飯が出てくるとかね、犬が出てくるみたいなのはちょっとさすがにないと思うんで、その辺はでもどっちにしてもですね、あらゆる権限を取り上げられるっていうことがようやく決定したんで、あとは代表権ですね。こちらの方が決定っていうかね、立花さん側になれば本当に無権代理でむちゃくちゃやっていたっていうことが決定するんでね。はい。いずれにしても、私が従前から言っている、本当の意味での責任がこれから問われていくんだということでございます。以上です。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくね。